んにちは、文芸評論家の末國義美です。今回は皆さんもご存知の理由でスタジオが使えません。それで自宅で撮影しています。でもこんな時だからこそ本を読みませんか。今回はできるだけ長く楽しめる作品をと思い、1976年に発表された上下2冊の大作で五木ひろゆきさんの作品で私が一番好きな戒厳令の夜を紹介します。こちらの初版本は現在入手が難しいんですが、電子書籍で読むことができます。物語は学生運動で大学を追われ、今は雑誌社で働いているエマが博多の中洲のバーでスペイン人の幻の画家パブロ・ロペスの絵を見つけるところから始まります。ロペスはスペイン内戦で故国を追われ、第二次大戦直前のパリで100点を超える絵を描きますが、それらは全てナチスドイツに奪われてしまいます。その絵がなぜか戦後日本に発見され、炭鉱国間疑国に関わったとされています。このように歴史的な事実のフィクションが矛盾なく描かれていくので、非常に優れた伝記小説になっています。エマは恩師の娘サエコ、右翼の老人鳴海坊陽、坊陽のボディーガード黒崎、元炭鉱夫で今はゲイバーで働く安美ら特性ある人物と協力しながら、ロペスの後援者だったイザベルの故国チリに絵を送り返そうとします。物語の基本はロペスの絵の争奪戦です。警察や自衛隊を動員してまで絵を葬り去ろうとする政府とエマたちの戦いがスリリングで描かれているところはポリティカルスリラーとして秀逸です。物語の後半になると、古代から日本沿岸を自由に行き来していた海人、同じように日本列島の山々を自由に移動していた参加がエマたちに協力していきます。そして日本人はどこから来たのかという古代史の謎へと発展するスケールの大きな物語になります。こうした波乱万丈の物語の中に、日本はこのまま中央集権を続けるのか、それとも地方分権へ移行すべきなのかという問いかけや、エコロジー、現在でいうところの LGBT といった先駆的な社会問題が取り込まれていることにも驚かされます。このようにさまざまなジャンルがミックスされている戒厳令の夜は、どのジャンルが好きでも楽しめると思います。五木さんの代表作「青春の門」は1994年に連載が中断しましたが、2017年に復活し、現在完結に向けて物語が進んでいます。五木さんはインタビューで、戒厳令の夜は全3部作になると発言されているので、第2部の再開を楽しみに待ちたいと思います。その前に第1部をまずは読んでみてはいかがでしょうか。それではレッツステイホープ。